真面目な顔してジュースか何か運んでますけど、実は、使わなくなったラグビーボールのことで頭がいっぱい。ほら、これ。よいしょほらほら。どうしようかしら、こあ、あ、わかったわかった。ここの、縫い目を、うん。よしわかった。縫い目を切っちゃおうと。こうに、ウニ、ウニウニウニ、糸を。 ににぷお水のおかわりいかがですか <laughs> で、中にあるゴムを力づくで引っ張り出してとほーふ <laughs> パッカーン空っぽで残ってる糸を指で引き抜いてちょんちょんちょんと。 よし。綺麗になった。で、ボールを裏返しにして、糸と針で、あの、チャック、チャックやね。チャックを縫い付けるなよ。こんな感じで、ずーっとやって、ちゃんちゃんとこう、しっかりね。で、チャックを付け終えたら、形を整えながら、表側に、こう、グリンと、 戻すと。ほら。あ、チャック開いた。パカーン。パカーン。<laughs> はい、チャックしまった。<laughs> こんな感じでポーチにしちゃえば、いろいろ入れられて便利だなーって思いついちゃいました。